なんだよこいつら、昨日の数より増えてるじゃねえか。半端なく多い。こんな量初めてだ。ショコラ行くぞ。気抜くなよ。うっせ、お前こそやられんなよ。私の番ね。よし、俺の出番だな。さっさとケリをつけようぜ。ちょっと倒しちゃおうぜ。調子に乗るんじゃねえ。えい。そりゃ。この野郎。私たちの勝ちだね。おい、キリがねえぞ。しょうがねえだろ。俺だってこんな数初めてだ。あのメガネは使えねえのかよ。メガネって湯原先輩か。ダメだ、あの人事故でフェンシングやめたぐらいだから。やべ、危ない。じっとしてた。え、湯原先輩。なんだよあいつ、すげえ強いじゃん。さっさと手を貸せよ。そうだな、貸せよ。気抜いてる暇はねえぞ。この調子で全部片付けるぜ。ああ
しに乗るんじゃねえ。邪魔するやつ、容赦しない。どうやら行ったみたいだな。おいメガネ、お前結構やるじゃん。俺はメガネという名前ではない。細かいこと気にすんなよ。カズヤ君、大丈夫？どこか痛い？ああ、全然大丈夫だよ。うん。なんだ、もう倒しちゃったの？二人ともゼロに襲われなかった？俺たちが来た時にはお前らが追い払った後だったよ。それならよかったです。もし襲ってきても僕がすぐにやっつけちゃうけどね。西岡先生、あの拳銃って使っていいものなんですか？ついのあれは一応おもちゃ。おもちゃだったものをあいつがいろいろといじってあの形になった。納得はできませんが、状況の理解はできました。元の世界で使う分には止めたんだが、ここでは命の危険にさらされることもあるんだ。身を守る術として持たせてやるのが親心だ。なるほど。俺の保身のためでもあるけどな。こんだけ人数がいるならまたゼロが来たとしても安心だな。また襲ってくるのかな。ゼロは動いているものが大好きだからな。俺たちがうろうろしている限り襲ってくる。お前は俺が守るよ母ちゃん。ゼロは増えている気がする。今たくさん人がいるのは助かるよ。そうだね、みんな一緒の方が心強い。結構頑張ってるみたいだね。でもまだまだこれからだよ。早く俺に会いに来てよ。せっかく生まれたんだからさ。
和也さんにお礼を言ってからにしましょう。おはよう。ごめん、今話しかけたらダメだった？そんなことねえよな、キャンディ。そうですね。キャンディ、もう具合いいの？昨日一日寝ていたら良くなりました。そう、よかったね。あなたは何をするんですか？洗濯だよ。ここにいるとゼロに襲われたりして汚れることが多いよね。現実世界から飛ばされてきた服もあるから、こっちの服は今のうちに洗っちゃうの。お前なんか楽しそうだな。ラビリンスの生活にすっかり慣れてしまったように見えますね。そんなことないよ、普通だよ。二人とも汚れ物があるなら出してね。決まったな、母さん。と人間界では言うんでしょうね。二人とも何か言った？何でもねえよ。洗うの手伝いますよ。ありがとう、助かるよ。俺たちの活躍があったからだぞ。そうだね、ありがとう。ショコラ、つまらないことで笑わないでください。なんだか僕が恥ずかしいです。なんだよ、本当のことだろ。ベタベタするし、ラビリンスの中をうろうろしたから、私絶対に汗かいてるし。あなたは女の子ですから当然そう思いますよね。そんなもんかね。ってことはとりあえずあいつらと一緒に行くのか。そうだね、みんなで行こう。濡れた髪をそのままにするなよ。あ、お姉ちゃん、いい匂いするね。え、そうかな。するする、女の子らしい匂いだね。そっか、ありがとう。兄が兄、
やらしい顔すんな。してない。素直じゃありませんね。みんなでこれからのことを話していたんだよね。どこまで決まったの？今までの話から、この世界は俺たちの世界とつながってるのは確かだとしたら、そのポイントと時間さえ絞れば帰れると思う。ポイントを絞るためにも、現実世界から飛ばされてきたものを見つけることが必要ってことですよね。ラビリンスを散策するってことですね。でも下手にうろうろしていたらゼロに襲われる確率も高くなるぞ。そうだ。だからなるべく一人の行動は避ける。散策をするときには必ず誰かと一緒になるようにした方がいい。なんだよスイ。お、なんかみんな一生懸命でおかしいなって思って。そりゃ帰るためだから一生懸命になるだろう。ま、そうだよね。あんたたちは。まあいいや。スイ、西岡先生はどうしたんだ？東屋の中で難しい計算をしてるよ。こんなところに来てまで計算？こんなところだから計算をしてるんでしょ？なんだかお前とまともに会話ができねえな。僕のせいじゃないもん。和也君、これからどうしよう。とりあえず散策から始めようか。この世界に気になることはたくさんあるし。そうだね。まだ行ってない場所もあるから。お前らはどうするんだ？お前たちが何者かわからない以上、行動を一緒にする理由はないように思う。こうちゃん、一緒に行こうぜ。カズヤ。カズヤさん。敵とか味方とかよくわかんないけど、俺はお前らといるのが楽しい。ならいいじゃん。カズヤ君。そうだよ、一緒に行こう。いいよね、こうちゃん。みんなが賛成なら。どうしてお前らと。わかりました。キャンディー。いいじゃないですか、ショコラ。分かった、お前が言うな。決まりね。これからもよろしく。別にお前らの仲間になったわけじゃねえからな。勘違いすんなよ。誰と一緒に行こうかな。
どこへ行こうかな。ゼロはいないみたいね。他には何もないし、次の場所行こうか。誰と一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。どうしたの？こんな時間に。ちょっと眠れなくて。和也くんはいつから私のことが好きだったの？どうしたの急に。ごめんね、変なこと聞いて。いや、実は俺もよく覚えてなくて、その気づいたらいつの間にかっていうか。あ、別になんとなく好きになったとかそういう意味じゃないんだ。本当に話しているうちにって感じで。え、どういう意味？そういう素直なところ。素直ね。それ褒めてるの？もちろん。おやすみなさい。誰と一緒に行こうかな。どこへ行こうかな。倒しちゃおうぜ。えい。くらえ。やった。あれはなんだろう。誰と一緒に行こうかな。
へ行こうかな。夜も遅くなったし、寝る前に何をしようか。